いつもオーディションの日2人で順位だけ競うフェイラーの上夕飯も食べずにいてる大好きなのは俺の方じゃないのか君と目に目に鳴らしたいやつは夢な俳優じゃなきゃダメの方ベイビーまだ君は本当の男というものをベイビー俺ほどの男はそうはないはずさ、ドキドキの分かってよちょっと伝説がわかるよ投げ上げる愛が出てる場所君の手もそげずに本当のダンサースローラックを作りたいかって何望むもの いつも応じたいけれど君は感激もせずもらうだけでマンションの手前で Say goodbye 第20日で仕送りもらってる金額が増えるたんびによしな悩みが増えるのほうベイビー忘れないであの頃のそう決めてたことをベイビー俺ならば本当にそうはないはずさドキドキの分かってよちょっと伝説がわかるよ目で上げる愛で見せる場所伝説で証明済み本当のダンスチャンスのマスを引き伝えたってあは本当のダンスチャンスのマスを本当のダンスチャンスのマスを引き伝えたって本当のダンスチャンスのマスを引き伝えたって